今回紹介する作品は、眞秀駅前多田便利軒です。この作品は、三浦紫苑原作、大森達史監督脚本、瑛太、松田龍平らが出演して2011年に公開された映画です。眞秀駅前で便利屋を営む多田。ある日、同級生の行天という男が現れ、一緒に住むことになり、いろんな事件が起こります。この映画の中で、多田、行天、二人の男は、どうも心の中に闇を抱えているようなんです。便利屋を営む多田が、その同級生行天にある時、自分の心の傷について話をします。いろいろ打ち明けます。その時に、ちょっと多田は自分のことを責めてるんですね。その時に、行天は自分の指の傷を多田に触らせるんです。その傷は、その多田という男が行天に中学生時代の時につけてしまった傷なんです。電の子でちょっと傷つけてしまった。でも今は治ってるんですね。そのシーンを見て、僕は心の傷っていうのは見えないから厄介だなって思ったんです。指の傷とか見えるからこそ他の人が見ても痛く思ったり、うわ大変だって思ったりすることもあると思います。でも、あ、じゃあこうやって手当てをしたらいいんだとか、今こういう状況なんだとか、あ、もう治ってるっていうのがわかるんですね。でも心の傷っていうのは見えないから、他人はもちろん本人でさえその傷がどうなってるのかわかりにくいんじゃないかなって思うんです。きっと僕も知らない間に自分の傷や誰かの傷を広げてしまったこともあると思います。だからこそ月並みな言い方かもしれないですが、もっと優しくありたいなって思いました。この作品は過去に対して、自分に対して、相手に対してもっと正直になっていいんだよっていうことを教えてくれたような気がします。また眞秀駅っていうところは僕もすごく馴染みのある町田という駅だったりもするので、皆さんぜひ一度ご覧ください。